端に追い詰めればいい。はい、じゃあ次の人。はい。はい、この石を五番の端に。はいはい、次ですよ。はいはい、できました。はい。じゃあこれ逃げました。はい、逃げたらこれを取るには。はい。はい、できました。そうね。これでいいです。はい、じゃあここに来たら。はい。この3つの黒石を取るには白とか、はい、それで取りました。大体取るの、はい、早いです。はい、で、まあ、この取り方を知ってればね、この中入ってこられても大丈夫です。で、今ね、こういう風になってと、例えば今この時に黒がここに入ってきました。当たり、逃げる、当たりってやって、こうやってこういう風になると、白の字が3つ減ってるでしょ、これ、ね、最初のこの状態に比べると、こことこことこことって白が3目字が減ったんだけれども、その代わり今3つ取ったよね。取ったのが点数になるからプラスマイナス0なんだ。で、数える時には、取った石がある時には、相手の陣地に埋めるんです。埋めていけば結果は同じになります。3つ白は自分の字入れたけど、黒の字も3つ減ったから、さっき31対23で8目の差でしたけれども、まあ、これでも8目の差で黒の8目勝ちという結果は変わらないです。だからやっててもいいんですね。じゃあもうちょっと簡単なので、こういうところです。これは、はい、ちょうどやってないと。この通りに皆さんのペーパーの中に決め打ち語って書いたところがあります。こっち側の人は黒、それでこっち側の人は白、こっち側の人は白、それで決め打ち語ってまだ始めないで、まだ始めないで、はい、チラッチリしてるんだ。でもこのままでやると黒の方が有利になるから、さっきも言ったけども、黒が7目以上勝ったら勝ちっていうルールで勝ちます。でもね、勝ったとか負けたとか最初だから全然気にしなくていいですよ。黒が7目以上勝ったら、これからね、ちょっと気にならないので、これから6勝でも負け、今日はね、周りにね、6勝でも負けない、7以上から当然の強い7で勝ちならいっぱい来てくれてるから、どこで終わりだか分かんないとかってあると思う。そういうところは最後はお手数になりますからね、途中まででもいいですからやってみてください。で、分かんないところがあったら手を挙げて、周りの人に聞いてみてください。これで終わりだか、これで取れてるのかね、分かんないとかある。それではね、今からこっちの人が黒で、こっちの白ですよ。はい、まだ始めないで、まだ始めないで、はい、まず始める前に、はい、一礼して始めます。お願いします。始めます。それで、この後でこのね、次に行かって書いて順番に押してくださいね。一点に押すんじゃなくて、この決め打ち語って書いてあるの、黒から見た時と白から見た時がありますから、今終わってないところはね、今終わってからもう何分か見るんで、周りの
返済してくれる方に聞いてください、はい、それじゃあまとめで少し見てくださいって、分かんないところもあったと思いますけども勝ったり負けたりで結構ね早く言って素晴らしかったよかったですね。で明日はねもうちょっとちゃんとやるんだけれどもまだまあ、ルールはお話したんだけど全部のね話は終わってなかったね。でまあ、こういう状態から始まったんですね。それで入れてください、入れません、入れてください、入れません、当たりですとなって、こういうのは説明したんだけどやっぱり実際には当たりって気づかないでここ取りに行ったりね、オセロみたいにこうやって取りに行ってる人はいっぱいいました、ね、でもそういうとこ気づくことが大事なんです。こうやると取られてしまう、ね、気づいて覚えればいいんです。間違えたとか負けたとかって全然気にしなくていいです、ね、なるほどと思った時にね、5って強くなるんですね。でここへこう当たりなので守りました、こうなりましたというのが模範的な碁はそういう風になったんですけども、皆さんの碁ではいろんなことが起きています、ね、例えばこういうとこどんどん入っていく人もいたよね。まあ明日そのあたりはもっと詳しくやるんだけども、こういうとこに入ってきたらこの石をちゃんと取れればいいですね。取れればいい、こういうふうにする、これはどういう状態ですか、当たり。でもこれを逃げても、逃げても取られるっていうのが分かっていたらもうこれ以上逃げない方がいいよね。それで、でこういう状態でまあ終わったとします。まあこここういうふうになって、でこういう状態で終わりになったとすると、この石は黒は取らなくていいです、ね、まあ、逃げられて困るなら取るけど、これ逃げてきてもこうやれば取れますよね。こういうのは死に石と言います。死に石、死に石というのはお互いが終わりだっていうふうに合意した時に最後にこう取り上げます。で取った石をどうするか分からない人も さっき説明したかった、最後数える時には取った石、それから途中でこうどっかね、例えばこういうところの石をこう取ったとかっていう石があった場合、あれは死に石、こういう石は最後に相手の陣地にこう埋めていきます。埋めて残ったところがお互いの地だと、ね、それが最後の数え方です。取った石は最後に足してもいいんですよ、自分の地に足し取った石足してもいいけど、そうすると計算しにくいから相手の地の中にこう入れていくというのが分かりやすい方法でね、そういう風にしてください。それからこういうところが残っちゃう場合なんだよね、打ってるとこういう、これなんていうかっていうと、これダメと言うんです。ダメ、ダメっていうのは日常の言葉でそんなのやっちゃダメだよって言うでしょ、あれは今からしたことなんですよ。今からしたダメっていうね、どちらの字でもない場所が最後に残ってきますから、それは手番が来た側がこういうところへ置いておくということが大事ですね。皆さんもね、初めての人はすごくよくできていたんですね。で気がついたことを 2,3 言いますとね、こうなって、じゃあ今日やったの順番に、あ、じゃあ手ください。並べて、まあ、ここまでこういうふうにして、明日もこの状態からやってもらうんだけども、なんかこういうふうにやってる人多かったのね。これオセロでこう取っちゃうっていう感じで打つんだけども、オセロみたいにやるとこういうふうにされたりこういうふうにされたり、この石がまあ大抵取られてしまう。で取るときには5番の端にこう追い詰めればもう逃げ切れなくなるんでね、こういうのはあんまり良くないんです。逆に入るときに。こういうところに入ってももう取られちゃうね。相手をこう挟んで取ろうってするのは大抵良くないね。で自分の石からこうつなげて、まあ、ここならこうでこうですけどね、こういうところ打つときは入れてください、まあ、白の番だったら入れてください、入れません、その後どこでしたっけ、危ない斜めに、はい、ご用心はどこですかっていうとここですね、こういうところ、これとても大事なことです。斜めがちゃんと分かる人は、今日は勝った人が多かったと。斜めのところで間違えちゃってる人が多かったと。こういうふうにやると、こういうふうにやるとどこでしたっけ？あ、斜めを狙う。はい。あそこね。はい、ここですね。これで当たりです。で、
次に取れるから逃げるとまた当たりです。まあ、もうね、取られるっていうふうに分かったらもう逃げない方がいいですよね。こうやってどうでも取られますということね。危ない斜めに気づくことね。まあ、そういうことがとても大事だったというね。それがちゃんとできた人は多分勝ったと思うし、それで失敗しちゃった人も多かったんだけどね。最初はもう思った通りやってって、で、だんだん慣れてくるとね、こういう状態でも、あんまりこういうところに入っても大抵取られちゃうなっていうことが、だんだん分かってきたと思います。で、明日はこの続きでね、もう少し大事な話をちょっと、していこうと思います。で、今日お話したことをまとめると、まあ、囲碁っていうのはもう本当に世界に広がっているゲームだということで、それから琴とか音楽とか書道とか絵と同じように、こう教養としてね、ぜひ身につけてほしいものだと、それから世界に広がっているゲームだということを知っておくと、これから多くの人と打てるようになります。で、今日の話と明日の話全部ちゃんとマスターできたらもう立派に碁が打てます。それで、このペーパーのですね、一番最後のところに、一番最後のページのところにね、皆さんが自分で勉強したいっていう時に、この本が、これ光の囲碁入門って私で書いた光の碁っていうね、昔あった漫画を題材にしてこう作ったこう入門書でね、まあ、入門書としてはこれ一番売れた本です。何十万本売れた本なんだけどね。で、これのね、内容が、これね、パンダネット光の囲碁入門っていうのをね、ネットでやるとね、出てくるんですよ。これで私の動画、動画って教えてる絵が出てきます。無料で出てきます。別にパンダネット会員にならなさいとそんなことないです。無料で出てきますから、こういうもので見てもらうと私の話で、今日一回話聞いたから、何聞かないでいきなりやるとちょっとね、分かんないかもしれないけど、一回聞いたことをもう一回見るとすごくよく分かると。それから対戦をしたい人はね、もうルール分かったら囲碁クエストとか、他にいろいろあると思いますけどね、囲碁クエストなんていうのがアプリでありますからね、そういうのでやると、アプリとかいうので、ね、強い相手がすぐ出てきちゃうことがあるんだけれども、囲碁クエストはね、弱いロボットが相手してくれます。最初負けるかもしれないけど、ある程度負けてくると弱いロボットが相手してくれますから、今日明日ぐらいやったところが全部分かってれば、結構弱いロボットには皆さん勝てるようになる。そういうのも楽しいでね、いろんな学び方がありますので、これ書いてきましたので、参考にしてもらえればと思います。で、今日は、ね、2時間初めてのことをやってもらったけど、少しずつ分かってくれればいいと思います。明日も今日やろうと思います。